ウェード・ハンプトン3世、アンソニー・ウェード・ハンプトン3世は、アメリカ合衆国の政治家、1877年から1879年まで、サウスカロライナ州知事を、1879年から1891年まで、アメリカ合衆国上院議員を務めた。南北戦争中は、アメリカ連合国を支持し、連合国の騎兵隊を指揮した。 1818 18年3月28日、ハンプトンはサウスカロライナ州チャールストンにおいて、ウェード・ハンプトン2世の長男として誕生した。一家は南部でも指折りの富裕な農場主であり、奴隷の最大所有者であった。ハンプトンは家庭教師の下で教育を受け、名積な少年へと成長した。ハンプトンは乗馬や狩猟など、屋外での活動を積極的に行った。 ナイフ一本だけを携えて一人で森へ入って熊を探索したこともあり、いくつかの逸話によると80頭もの熊を仕留めたとも言われている。1836年、ハンプトンはサウスカロライナ大学を卒業し、法律の実務を積んだ。だがハンプトンは弁護士業を開業することはなく、サウスカロライナ州やミシシッピ州にある大規模農場の管理や、 州の政治への参加に関心を示した。ハンプトンは1852年から1856年までサウスカロライナ州会員議員を、1858年から1861年までサウスカロライナ州上院議員を務めた。ハンプトンは1858年に父親と死別すると、莫大な財産と農場、そして南部最大の奴隷所有者の地位を父親から引き継いだ。 サウスカロライナ州の連邦離脱論と奴隷制度の問題についてハンプトンは保守的な立場であった。ハンプトンは立法府の人間として連邦の分断には反対した。だが南北戦争が起こるとハンプトンは州への忠誠を誓い北部との交戦を表明した。1861年ハンプトンは州上院を辞職し州の一市民として州軍に参加した。 ハンプトンは、歌手官として入隊することを希望したが、州知事、フランシス・ウィルキンソン・ピッケンズはハンプトンを大佐に、委任し、それを受理することを求めた。ハンプトンはそれを受理した。ハンプトンは、ハンプトン軍団と呼ばれる部隊を組織し、その軍資金の一部を融資した。ハンプトン軍団は6つの不評中隊、4つの騎兵中隊、そして1つの砲兵中隊で構成された。 ハンプトンは軍団に対し必要となる武器のすべてを提供した。ハンプトンに軍事経験はほとんどなかったが42歳という比較的高い年齢は騎兵隊の機種としての勇敢さ、大胆さ、荘厳さを十分に醸し出していた。ハンプトンにはバージニアの騎兵師団長ジェームズ・イーウェル・ブラウン・スチュアート大佐のような華麗さはなかったが連合国の騎兵部隊において 中条の地位まで登り詰めた二人のうちの一人となった。1861年7月、ハンプトンは第一次ブルランの戦いで最初の戦闘を経験した。ハンプトンはストーンウォール、ジャクソンの旅団が戦場に到着するまでの時間を稼ぎ、戦闘終盤で部隊を大きく展開して連合国の勝利に貢献した。 ハンプトンは戦争中、合衆国の砲兵隊陣地に対する攻撃を5回に渡って指揮した。ハンプトンは最初の戦闘で負傷し、額に弾痕を残した。1862年5月23日、ハンプトンは順将に昇進した。ハンプトンは北バージニア軍において、ストーンウォール、ジャクソンの下で旅団を指揮を任された。ハンプトンは半島戦役に参加し、 7日間の戦いの終わりまで、旅団を統率した。ハンプトンは1862年5月31日のセブン・パインズの戦いで足を負傷したが、戦場で治療を行い、戦いを継続した。半島戦役後、ロバート・リー将軍は、騎兵士団の再編を行った。リー将軍は、ジェームズ・イーウェル・ブラウン・スチュアート順将の下に2つの騎兵旅団を配置し、 そのうち一つの旅団の指揮をハンプトンに任した。1862年冬、フレデリックスバーグの戦いにおいてハンプトンは、騎兵による敵陣への一斉襲撃を指揮し、多数の北軍兵士を捕虜として確保した。この時の死傷者がゼロであったことから、ハンプトンは、リー将軍から大きな賞賛を得た。ハンプトンの旅団は、チャン・ゲティスバーグ戦役においてハンプトンは、南北戦争最大の騎兵戦。 ブランディステーションの戦いに参加し、継承を負った。その後ハンプトンの旅団は、ジェームズ・イーウェル・ブラウン・スチュアート少将に随行し、ゲティスバーグ方面へ移動した。スチュアートとハンプトンは1863年7月2日夜に、ゲティスバーグ近郊に到達したが、そこで、ライフル銃を装備した北軍の騎兵と遭遇した。ハンプトンは、騎兵が銃を構える前に対応することができたが、 無防備な後頭部にサーベルで傷をつけられた。翌7月3日、ハンプトンは北軍の部隊を分断するため、騎兵攻撃を試みた。ハンプトンは北軍の兵士をゲティスバーグまで誘導したところで、頭の正面にサーベルの切り傷をさらに2つ受けた。ハンプトンは、その後、腰に一発の硫酸弾を受けるまで戦いを継続した。戦闘後、ハンプトンは、 ジョン・ベルフット将軍と共に同じ救急車でバージニアに運ばれた。1863年8月3日、ハンプトンは少々に昇進し、騎兵士団の指揮を任された。ハンプトンがゲティスバーグで受けた傷の治療には時間がかかったため、実際には11月まで現場復帰できなかった。オーバーランド戦役中の1864年5月12日、イエロータバンの戦いで、 スチュアート少将が重傷を追い死亡すると、8月11日に、騎兵士団の指揮権がハンプトンに与えられた。ハンプトンは1864年6月のトレビリアン・ステーションの戦いで、フィリップ・シェリダンの騎兵隊を打ち破ったことで名を馳せ、その後の騎兵戦では無敗を誇った。1864年9月、ハンプトンは、ビーフステーキ襲撃と呼ばれる作戦を指揮し、 敵人から300人超の捕虜と2400頭超の牛を獲得した。1865年1月、リー将軍の軍隊がピーターズバーグ包囲戦で身動きが取れなくなると、ハンプトンはサウスカロライナ州に引き返し兵士の追加募集を行った。ハンプトンは1865年2月14日に中将に昇進したが、間もなくノースカロライナ州で ジョセフ・ジョンストンの軍隊と共に投降した。この時、サウスカロライナ州にあった自宅は、ウィリアム・シャーマン将軍によって焼き払われ、また、ハンプトンの財産の大部分は、兵士の雇用のために拠出され、大きく目減りしていた。ハンプトンが所有していた奴隷の多くもまた、すでに解放されていた。戦後、ハンプトンは、ジュバル・アーリー将軍と共に、南部の失われた大義を訴え、 連合国が戦争に敗れた理由を説明しようとした。またハンプトーンは、故郷サウスカロライナ州を占領した北部の黒人軍隊に対して特に不快感を示した。1865年、ハンプトーンは、サウスカロライナ州知事選挙への出馬要請を受けた。だがハンプトーンは、かつての連合国の将軍が、戦争終結からわずか数ヶ月足らずで、政府交換職に就こうとすることについて、 民衆からの疑念を買うことを恐れ、その要請を辞退した。だが辞退にもかかわらず、ハンプトンの支持者が数多くいたために、ハンプトンは州知事選挙において自身に投票しないように選挙を運動することを余儀なくされた。1865年の州知事選挙でハンプトンは9186票を獲得した。1868年、ハンプトンは 州民主党の中央委員会で議長に就任した。ハンプトンは党内の過激派の影響を統制し、黒人に対する和解政策を促進しようとした。民主党は同年の州知事選挙でウィリアム・ポーターを知事候補に擁立したが、ポーターは選挙に乗り気ではなく、また共和党の急進派が選挙を終始有利に進行させたため、ハンプトンの考えはトロに終わった。 ハンプトンは1870年の州知事選挙で連合改革党を支持しマシューバトラーを支持した。ハンプトンは共和党の急進的な南部復興政策に反対する指導者の一人として1876年の州知事選挙に民主党から立候補した。ハンプトンはそれまでの復興政策に反対する演説を繰り返した。対立する共和党の現職候補、 ダニエル・ヘンリー・チェンバレントは熾烈な選挙戦を繰り広げ、ハンプトンの支持者は赤シャツと非難された。黒人を主体とするチェンバレンの支持者が暴力的な対抗を行ったことから、1876年の州知事選挙は歴史上最も血なまぐさい選挙とも呼ばれた。選挙後、両者の得票はきっ抗しており、両者が勝利宣言を上げた。 双方ともに自身が真の勝者であると主張し、州には2つの立法府が存在する状態となった。最終的に、サウスカロライナ州最高裁判所は、ハンプトンの得票を92,261票、チェンバレムの得票を91,127票と確定し、選挙の勝者がハンプトンであると採決した。選挙後、ハンプトンは、サウスカロライナ州の救世主として知られるようになった。 ハンプトンは1878年の州知事選挙で再選を果たした。選挙の2日後の11月7日、ハンプトンは鹿狩りの最中、乗っていたラバから転落し、右足を骨折した。同日、ハンプトンは衆議会において連邦上院議員に選出され、それを受諾する表明した。ニューヨークタイムズ紙はこれら一連の出来事をラバの不正として取り上げた。 ハンプトンは1879年2月に州知事を辞職し、同年3月に連邦上院議員に着任した。ハンプトンは連邦上院議員を2期12年務めた。ハンプトンは1893年にグローバー、クリーブランド大統領からアメリカ合衆国鉄道委員に任ぜられ、1897年まで同委員を務めた。1899年。 サウスカロライナ州コロンビアにある自宅が火災で消失した。初老であったハンプトンは新たな家を建てる十分な資金の融資を受けられなかったが友人の助力により新築するに十分な資金を調達することができた。1902年4月11日、ハンプトンはサウスカロライナ州コロンビアで死去した。ハンプトンの遺体はトリニティ大聖堂墓地に埋葬された。ハンプトンの死後、 サウスカロライナ州会議事堂とアメリカ合衆国議会議事堂にハンプトンの長蔵が混流された。サウスカロライナ州会議事堂前にあるベード・ハンプトンの銅像1878年、サウスカロライナ州議会は南北戦争中及び戦後復興期におけるハンプトンの貢献を称え、ビューフォート軍の北部地域をハンプトン軍として分離、設置した。 1879年12月23日には、ハンプトンコートハウスを、ハンプトン軍の軍庁所在地として制定し、また、サウスカロライナ州の多くの都市や町で、ハンプトンを称えるために、通りの名称を変更したりした。ビューフォート、チャールストン、ダンカン、グリーンビル、グリア、ハンプトン、テイラーズ、ウォルターボロでは、ベード・ハンプトンという名称の通りを有しており、また、 サウスカロライナ州の47の町で、ハンプトンという名称の通りを有している。グリーンビルとハンプトンには、ベード・ハンプトン高校という高校が存在する。ハンプトンの母校サウスカロライナ大学の学生寮は、ベード・ハンプトンと呼ばれている。チャールストン及びコロンビアにある、ハンプトン公園もまた、ハンプトンにちなんで名付けられたものである。九百十三年、裁判官、ジョン・ランドルフ・フタッカーは、 ギリの父ハンプトンを追悼するため、アラスカ州にベ、ベイドハンプトン国勢調査地域を指定した。テキサス州、カルベストン島のクロケット要塞には後に、ベイドハンプトンと命名される砲台が建設された。ベイドハンプトン砲台は、海岸線を防衛する4つの砲台のうちの1つであり、10インチの方向を2つ備えていた。第二次世界大戦には、リバティ戦。 ウェイドハンプトンが建設されたが、ドイツの U ボートにより、グリーンランド沖合で沈没した。ハンプトンは1838年10月10日に、バージニア州アビンドンで、マーガレット・フランシス・プレストンと結婚した。二人の間には、以下の子供が生まれた。ウェイド・ハンプトン・トマス・プレストン・ハンプトン・サラブ・キャナン。ハンプトン・ジョン・プレストン・ハンプトン・ハリエット・フラット。 ハンプトン・ハンプトンは1858年1月27日にサウスカロライナ州アルビマールでメアリー・シングルトン・マクダフィーと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。ジョージ・マクダフィー、ハンプトン・メアリー・シングルトン・ハンプトン・アルフレッド、ハンプトン・キャサリン・フィッシャー・ハンプトン・ AB タグ、P359。ありがとうございます。